2022年アジアへ行けず第3回九州編。9月4日に東北から帰宅して、それから中18日を置いてまた出発、今度は九州へ。書き初めの大風呂敷に身を包む。急げや急げ、命あるうち。九州行きの前にエンジンのオイルを交換。車内空間の有効活用に棚を一工夫した。いつものように出発前の前夜祭、普段は食べない刺身。出発日の前夜、セットした冷蔵庫を接続すると、ヒューズが飛んだ車屋に問うと、ヒューズ交換1500円もらう、という。82万でお宅から買った車なのに、ヒューズくらいサービスしてくれてもいいだろう。すると、できん。お前はクレイマーだ、とどまる。なんといういやらしい車屋だ。翌日、デーラーへ行くと、またも無料で交換してもらえた。友と行く、丹後の山里、うさばらし。緑の中の、紅色、眺め。第1夜、京都と兵庫の県境の、八雲。9月24日、ハワイで。入浴した。330円。9月24日、安来節の道の駅、アラエッサ。最初は国道側で過ごそうとしたが、施設の裏にも駐車場があると分かり、移動する。施設の裏は快適だった。同病を。愛哀れみつ。友元気。九州目指し。しばしの別れ。道迷い、本州最果て、吉毛富士、毘沙門花には寄りつけざりき。旅か眺めし文字の風山、記憶の奥のふるさとに似て。1億円のトイレで有名な大東桜街道道の駅。朝別れ、夕暮れに会うとも楽し。九州田川大東の駅。九州に来れば楽しみ、ちゃんぽんを。なぜか味付け、今一つ似て。9月28日、次の目標は、阿蘇。途中、小石原焼の里を通過。さらに杖立温泉。病床を抜け出し、退院、車へて、走れば杖立、子らと遊びし。9月28日、道の駅、阿蘇に到着。
9月29日、九州の絶景。草千里を目指して、まずは阿蘇山の火口へ。あいにく火口は通行禁止だった。9月29日、道の駅湯布院に到着。夕方、近くの銭湯へ行く。そして再び阿蘇に戻った。これぞ九十高原。友をここへ案内できずに悪かった。何分50年の昔に見たのだから。友よ、許せよ。10月1日、道の駅田北で友の友を迎え、近くの温泉へ。友の友は癌の療養中、運転は大丈夫かな、見守りつつ後ろからついていった。10月2日、道の駅宗像の第4駐車場。目当ての新鮮な魚はあいにく日曜日で、漁は休みだった。ここで一泊だが、日は高い。九州を出ることに。若戸大橋、この橋は確かペケペケ橋の代名詞だったはずだが。10月3日、道の駅上関海峡。10月4日、上関海峡を出る風光明媚なところであった。商用でバイパス脇に立ち寄れば、萩乱れ咲く本物の萩。ぬすっとの萩にはあらず、見えだ鳥、一人ドライブ、語らう真似を。10月4日、道の駅、リンゴ、府中。小さなミニミニの道の駅だった。隣接のスーパーマーケットで食材を買った。10月5日、道の駅、神戸フラワー。
恐ろしく豪華な道の駅、テーマパークに紛れ込んだのかと思った。この道の駅に到着する少し前に柿の実がたわわに垂れ下がっているところがあった。すぐ近く。1キロほどのところ、と友に話した。翌日、友がそこへ行きたいというので案内、戻ることに。1キロ過ぎて5キロ。10キロ、ナビの軌跡をたどったのだが、柿は現れなかった。30キロも逆走した疲れた私の脳は勘違いしたのだろうか。友に詫びて別れた。友は、神戸から大阪、奈良へ。私は、亀岡から自宅へ帰った。